はい、皆さんこんにちは。エルカチャンネルのショーです。まあ見てください、この目、ほらひどいでしょ。昨日あれですよ、帰る時やられたんですよ。はい、撃たれました。なんだろう、昨日帰って全然もう、こんななってなくて、朝起きたらなんかプクってなってて、うわなんだこれと思ってたんですけど、まあ時間が経つにつれてどんどんこう晴れてきて今これです。目が半分以上開いてませんからね。まあいったあのブー名、名前がわからないけど、あのブーですよ、ブー、虫のブーだよ、ブー。まあいったわ、差し上がって、とりあえず痒くもないし、だけどまあこの辺りが一番なんだろう、膨れて全然なんかこうなんだろう、こう覆いかぶさっちゃってさ、もう正直そのなんか違和感しかない、ここ今ね。えどうしよう。まあしばらくすると落ち着くとは思うんでいいんですけど、久々になんかこんなとこ虫に刺されて、でここちょっと傷跡があるんですけど、あれこんな傷でなんだろう、どっかで怪我したのかなとか思ってたの。そしたらその虫って分かって、えじゃあこれ何ってなった時に、あれ小学生の時、4年生か5年生の時なんだけど、ちょうど夏ぐらいで、要は小学校の、その何て言うの、プールの授業の時なんだけど、まあまあ教室で着替えてて、でその時にまあね、気温も高いからまあ暑くて、まあ汗もちょっとかいてて、でだから T シャツを脱ぐ時に脱げなくなっちゃって、こんな感じで引っかかって、でなんだろう、まあ言っても子供ね、小学生なんで、なんだろう、なんか力任せにブン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 こう体を動かして、どうにか取ろうってしてた時に、机の角でガーンってした傷。まあこの後のプールは染みたね、え、それの傷み。まあそういうことで、まあ皆さんも気をつけてくださいね。晴れると意外と面倒くさいなと思いました。まあそういうことで、それでは。